お客さんの注文を忘れるとか、仕事の手順が分からなくなるとか、一緒に働いてる従業員の名前が出てこなくなったりとかってなってきたら、やっぱおかしいなと思って。若年性アルツハイマー型認知症ということでした。まあ、自分のその時の記憶っていうか、それがないとその時何してたかわからないので、もし何か一つ二つできなくなってきた時に、主人もやっぱ落ち込んだりとかやっぱりすると思うんですね。そんな時でも一緒に考えながら進んでいく。ね、今私の存在は分かってるやろな。暑いのになんでこんな風に苦しくさせてるのとか聞かれることあるんで、この子体温が足りなくって、この病気のすごい残酷な部分は、体が衰退してこう歩けなくなってって、だいたい寿命が20年と言われているので、産んでごめんねって言ったら本当になんか悔しくなっちゃうんですけど、生まれてきた意味を勝手に作っちゃいけないけど、何かを残さなきゃみたいな。ハッピーバースデートゥーユー。一日一日を大切にしないとこの子との時間がなくなっちゃう。ハッピーバースデートゥーユー。僕の生活の変化が始まったのは小学校3年生の頃です。母さんと2人で山奥で暮らしてるような、この世で2人だけで生きてるような感覚でした。書くところが少ないというか、ちょっと薄いなって。若い時は人になかなか助けてくれとは言えません。周りの方はおせっかいでもいいので、その子と積極的に関わっていってほしいです。お母さん、場面緘黙っていうの知ってありますかみたいな話から、そういう病気とか障害ってあるやみたいな、初めて知って、声だけじゃないので体がねどうしても動かないって、歩ける、呼吸する、座る、立つ、それができないんで、家から一歩出たら一人では、そこをどうやってサポートしていけるか。ちょっとでも、もし、もしだったら最初だけでさ、